はぐれちゃったりっちゅう。このいい匂いは何ですか？その匂いは焼肉ってんだぜ。焼肉？どうやら迷子のようだな。誰？焼肉は人間の飯で、うん、俺たちはその残飯をこっそりいただいてるんだぜ。残飯？焼肉食べさせてもらえるよう直接お願いしてくれるちゅう。残飯は嫌でちゅう。ごめんクラちゃん、焼肉クラちゃん。バカ、危ないぞ、やめろ。なあ？おーい、草浜ちゃん。バカだな、人間に捕まったらやばいんだぜ。なあ？だから欲しいものは自分の手で掴み取りに行かなくちゃなんだぜ。見てろよ、なあ？行くぜ。なあ、この世は弱肉強食なんだぜ。強いやつがいい。なあ、クッサハムちゃん。私の家に来る？あら、かわいいハムちゃん、うちに来る？雨やべえ。お前、うち来るか？ピンクだ。喋った。クソハムちゃん、ここが俺の家だよ。お腹空いてる？何か食べる？俺はカップ麺でいいや。ハムスターって何食べるんだろう？焼肉！焼肉？焼肉！焼肉？焼肉！焼肉はないけど、ああ、ハムスターってブロッコリーとか食べるんだ。確か冷蔵庫に。ちょっと待っててね。お待たせ。人間の部屋に住み着くことになったクソハム。お世話になります。自己紹介がまだだったね。俺の名前はコウタロウ、日のぼりコウタロウ。君の名前はクソハム。クソクソハム。なんでクソハムっていう名前なの？クソかわいいハムスターの略でちゅ。略してクソハム。なるほど、確かにクソかわいいもんね。コウタロウはクソタロウ。え、クソかわいいコウタロウ。クソうざそうな人間コウタロウ、略してクソ。悪口。